ベネツヤサンタル・ジーア駅は、イタリア・ベネツヤ市の主要鉄道駅である。上空からカナル・グランデの西端に位置する。本土との連絡地となっており、リベルタ橋を渡った先のメストレ駅の列車を振り分けている。そのため路線は、ミラノ方面、ベネツヤ方面、トリエステ方面、ウーディネ方面に伸びているが、全路線がメストレ駅までは線路を共有する。 イタリアの13グランディスタツ用にグループに入っている IATA 空港コードは XV9。1860年、ベネツィアがまだオーストリア帝国の地政下にあった時代にベネツィア本島に乗り入れる鉄道線の建設が始まった。この時、現在地にあったサンタルチーア教会を取り壊し、その後地周辺に駅を建設した。このことから、 教会の名を取って駅名が付けられた。翌1861年に開業。1924年からアンジェロ・マッツオーニの手による駅舎近代化計画が始まり、1934年には貨物駅も併設するためのコンペが行われた。ビルジーリオ・バロットの案が採用され、マッツオニ、バロット両人の協力のもと、百三十六年から百四十三年まで、 かけて改築が完成する。さらに、戦後1952年には、パオロ・ペリリによって、さらなる増改築が行われた。2009年から大規模なリノベーション計画が行われ、2400万ユーロの費用をかけて2012年に完成した。ホーム数は22だが20番線ホームは、欠番のため23番まである。1日あたり、約8万2000人。 年間合計約3000万人利用客が利用している。駅には毎日約450本の列車が停車する。駅前の船乗り場。ありがとうございます。